毎度ヤンです。本日もリアタイ動画上げていきます。相手の打率ちょっと高いですね。4割7分8厘ですね。これはでもボコボコ打たれる感じだと思うんですけど、それをボコボコにして返してやる。さあ当然ながら1番バッター村林ですね。相手が山本由伸さんですね。うわー、大強打者の方来た。あかん、スピードに追いついてない俺。さあここ集中していこう。転がして終わらんかい。さあもう準備運動は終わりっていうことで、まあここ集中して、はい、うわボール球やんけ。さあこの中打順の中でも一番もう恐れられているのが村ゴット。そしてキャッチャーはこれが村ゴットです。やばい、バリホームラン量産やんけ、やばすぎるわ。さあ由伸対決制するのはどっちだ。俺だこの俺だ。さあ内角張ってるよ。さあ集中していこう。いやボール球抜けていく。いや変化量マイナス1の由伸さんはあかんやろ。はい、これがイチローさんです。最高。いやビッグフライここ見せてほしい。よっしゃ、うわちょっとガーグルずれた。そっちのビッグフライはいらんわ。いやこれもう一発ストレートいくか。もう一発こうギリギリのストレートで、いや入ってる。うわマジか、うわー危ない。吉田さんナイス。ここは松井いこうか。ここは松井いって、あナイスピッチ、やばい。あオッケーオッケー、おっしゃ取れる、デストオッケー。さあここ引っ張り警戒して、この外角の甘いツーシームで一発空振りを。うわマジか、打ってくるタイプの人ね。いやこれ攻めのピッチング見せようか一回。いや一回ストレート挟んだ方がよかったかな。まあいいか。いい勝ちか。ストレートでボール挟んだ、よかった。おお、ババババース来たぜ、バババース。ちょ俺も次バース来たら取りに行こうかな。いややっぱ危なー、危なー、危なー。いや普段やった落合さん、あオッケー、落合さん変えるんやけど、今回テストでここは打っていきたい。うおうおうお、合格付きですか。さあ落合さん、ここ一発欲しいぞ。さあ続こう。いやこの傘オープンの、今の飛ばれてたら完全アウトやったやろ。おいおい村林、さっきの三振は見逃してやるけどよ、ここで三振したらもうベンチ温めてもらうからな。危ない、セーフ。さあここ集中。いやいい球やな、もう一発ストレート来る思うやけど、まあこういう人って。さあここ集中していこう。いくぞいくぞいくぞ、ブルヒッターお持ちですか。やっぱ久々のホームラン見れたんやけど、やばい、これめっちゃ久々っすよ僕。いやもうここ掛布さん続いていこう。さあ集中。うわっ逃げた、強い。うわマジかよ、松井裕樹さんはマジ無理やね。いやゴッド村上、ゴッド村上いくぞ、捉えたのいいけどな。さあ吉田さんここ、いや振った。なんで振ったんや俺は。いや変なとこ手出しま、遅い、球遅い、それは遅いわ。俺これ待ちきれんわ、サークルチェンジ。さあここフォークから攻めて、外角フォーク行ってから村林、どこまで飛んでやお前は。あゴッド村上来たけど、ここカットボールで一回逃げて、オッケー、よし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 。いやマジかよ。いやここビタビタフォークでいいよ、ビタビタフォーク、オッケー。いやマジでイチローさん、オッケー、ナイス。全然打ってこへん、こういう時も外角立てすらすで、これで打ち損じ、マジでマジでマジで。うわもうギャラゲーかまされてるやんこれ。いやこれ外角フォークで一回ワンストライク、いやボールそれ、くっそこれ負け筋やんけ完全。ちょっと待って、藤川さん書いていいですか。ちょっとチート出す、あんま使いたくなかったんですけどね。まあ一発ちょっとツーシームから攻めようかな、これ一発ツーシーム外角いって、これちょっとボール球でいいかな、ギリボールでいいや。いやちょっと入ってる、いやこれでかい、いやでかすぎる。いやありがとうございます、まさかの終わった。いやこれイーロインタビューですね。
あー毎度テッツです。お立ち台も立たしてくれへんなんてちょっとひどいですね、コナミさん。なんでお立ち台立つ人と立たない人の差がこんなに激しいんでしょうか。私にはちょっとわかりません。あそこのなんか右におるちょっとカメラマン首。いや皆さんご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。ではまた。